よいしょ。おい、話は全部聞いた。あと俺に任せとけ。あ、そういえば私がいいって言うまで絶対に筆を持っちゃダメだから。分かったな。はい、練習練習。はい、行け。はい、はい、腹筋は気合い入れて。はいはい、マトゥーマトゥー。ダメだ。これ書道と関係あんの？ひかりちゃんがやれって言ってんだから。うん、ほらそこ持ち何だって。野菜食ってないじゃないですか。いや、俺野菜食わない主義って言ってんじゃん。じゃあ俺も食わない主義なんで出されんだいつもな。締め切りまであと1週間。健闘を祈る。よっしゃー。へえ。じゃあ今の空気違いますよ。あ、しゅういちくんはさ、まだボクシング続けてね。ええ。続けてね。よっしゃー。We'll be right back.
か自分の体じゃないみたいなんですよね。自然に体が動くっていうか。なよすけ、もうトレーニングの成果か。単純だな。よし、俺もやってみようか。お習字。うん。いや書道だよ。よっしゃ。ついんだよこれ。しゃ。いいか。ガードが下がってきてる。ジャブ。ジャブ。ジャブ。ああちょ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 ストップストップストップ。そんな強くやっちゃダメなんだって。こう優しくこの上でこうのの字を書くの。わかる？もうこれはいいや。はい、腕持って。こうだった。そう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 。でここをしっかり固めんだよ。こういう風に書いちゃダメだから。体全体で書くのがね。よし、ちゃんと集中してね。おう、うん、はい、どうぞ。集中して。ああもううるさい。いや集中してんだから黙ってくれ。お前また似合わねえ字書くな。恥ずかしい。うるせえな。はい、もう一回。もういい、十分分かったよ。何が？確かにこれはしんどい。うん。